ではただいまよりありがとうプロジェクト2017の田植え式を開会させていただきます。この福井が生み出している素晴らしいものに出ていただきたいなと思っております。平治の膝元で、お酒作りをさせていただいて、今年で214年ぐらい経ちます。で私で8代目の蔵元をさせていただいておりますが、今回、皆さんが田植えをしていただいた500万石で、秋になりますと秋になりますので、また刈り取りをしていただきます。そのお米で、酒を醸させていただいていきたいと思っております。高橋と申します。ちょっと手の小指骨折してお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ゆきと申します。今日よろしくお願いします。お願いします。適当に分けてください。気に入ってや籠の中入れてくれればいいですけどこれまで田植えってやった時ある？あるの？あ、小学校以来か。でも大丈夫だろ。はい、行きまーす。3、2、1。感想を聞かせていただいてもいいですか？楽しかった。転びました？転ばなかった。転ばなかった。今年20になります。あ、今年20。じゃあ来年のこのアドソーでアドソーのお酒は飲めるんです。皆さんが5月に、ね、植えられた稲が約4ヶ月弱ありまして、まあ、後ろ見ていただくと、非常にあの、まあ、黄金色に、まあ、なってきております。今日はあの、まあ、皆さんが植えた稲を、まあ、また今日も日刈りをしていただくわけなんですけれども、この4ヶ月の間にどれぐらい育ったのかというのを、まあ、実感しながら、またあの土の感触とかこの、大野の空気をたくさん感じていただいて、稲刈りを楽しんでいただきたいと思います。アメリカ人です。ミネソータ州から来ました。竹富第二中学校の AOT の先生です。本当に楽しみ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はロクサナです。アメリカから来ました。福井に住んでいます。中学校で英語の先生。地面から大体6センチから7センチぐらいの高さにして、こう、かかっている。
じゃあどこか上がってくる。根からなすぐらいかな。結ぶのってなんか。ほげるぞ。めっちゃハマった。笑顔くださいよ。アドソのお酒を誰にあげる予定ですか？実家の両親に送って、でみんなでワイワイ家族パーティー向けに飲みたいなと思ってます。私もちょっと実家の両親と一緒に飲もうとは思ってるんですけども、ちょうど1ヶ月になら観光を連れて行くんで、まあ、ワイワイも兼ねて主人と一緒に飲もうと思ってて、結婚してもうすぐ1年経つので、すごいみたいな感じで、じゃあ、 田植えの頃ぐらいにご結婚されました。そうですね、6月。そうなんですか。じゃあこちらもおめでとうございます。はい。Hello. You're going to receive bottles. Right. Who are you going to give the bottles to? I'm going to give my bottle to my host parents. I don't live with them, but since I have lived in Japan, they have been like my Japanese parents.So I'm going to give it to them to say thank you. I think I might give it to my parents because they haven't seen me for quite a long time. And I'm sure they'd love to have a taste of Japan and know what I've been experiencing. Are you going to send it to the States? I'll probably give it to them in person when I return to the States. Wow, that's great. Okay, thank you. Thank you.皆さんこんにちは。国立酒造の水野でございます。昨年のですね、我々国立酒造は新しい蔵、清流蔵という50組の蔵を作らさせていただきました。その蔵で、初めて、このアドソモを仕込みをさせていただきまして、おかげさまで素晴らしい、アドソが出来上がったんじゃないかなというふうに思っています。今年は本当に2月の大雪で、大変な体験を皆さんされたと思いますが、その翌週に、蔵の方にもお越しいただいて、酒造りというのを体験していただいたと思います。福井の良さという宝というものがたくさん、まだまだございます。その宝を、また探していただいて、福井の発信をしていただきたいなと思っておりますし、この経験をまた、ずっと思い出しながら、福井の良さをさらに見つけていただきたいと願っております。こうして約1年と1ヶ月かけ、皆さんのありがとうがたくさん詰まったお酒が出来上がってまいりました。お披露目させていただきましたお酒は、皆さんが田植えや稲刈りを行った地でもございます、アドソ地頭峰の地名を冠しました黒龍アドソというお酒でございます。あなたはありがとうプロジェクト2017におきまして、福井の自然と文化を体感し、多くの人と絆を育みながら、たくさんの笑顔を見合わせてくださいました。ここに、感謝の意を表すとともに、皆さんと力を合わせて作り上げた黒龍アドソをお届けいたします。2018年お待ちに
めでとうございます。あ、いいですね。笑顔でにっくり、はい、いい笑顔です。はい、100万分の笑顔でございます。ありがとうございました。ナイスショットです。はい、ありがとうございます。はい。もっと笑顔で。はい。もっと笑顔でどうぞ。はい。すみません。はい、笑っていただいて。はい、ありがとうございます。はい。生産者のグッドと。ありがとうございます。はい、ナイスショットでございます。ありがとうございます。失礼しました。素晴らしい笑顔です。はい。はい。笑って笑顔です。はい。よろしくお願いします。